はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は質問の方でボックスイベントをある程度箱を開けたんですが、育成おすすめの手入れ屋いますかというね質問が来てたんで、それについてお答えしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあボックスイベントはもう佳境の佳境に入って、まあある程度目標数達成して種火が余ってる方向けの動画となっております。はい、ということで早速見ていくんですが、手入れ屋のサーバントに関してはこういう形となっております。はい、まあ星3以下のサーバントがまあこれぐらいの数いるっていう形ですね。うん、まあいろいろなキャラクターがいて期間限定とかね、そういうのもいたりはするんですが、合計何機ぐらいいるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,8 の 1,2,3,4,5,6,7,8,9、9,8,72 の75機のサーバント、まあ星3以下のサーバントがいるという形になっております。はい、大丈夫だよね、数間違えてないね。間違えてたらまあそういうことや。はい、ということでね、まあここら辺のサーバントがいるんですが、まあこの中で誰がおすすめなのかフィルターいろいろかけてやっていこうかなと思います。ということでおすすめのサーバントはこちらです。はい、ということでストゲン込みで、まあちょっとね限定サーバントも込みっちゃ込みなんですが、まあバニアンとかねちょっと限定、まあストーリー進めたら入手できるんですけど、込みなんですが、ここら辺のサーバントが個人的に育成しといた方がいいサーバントかなと思います。はい、まあストゲン、まあ左から順にベティ、カエサル、ヘル、タワラさん、エウリアレ、ロビン、クーフーリン、マンドリカルロ、レジライ、ウシワカ、アスク、パラ、キャスニキ、ジョフク、ゲオ先生、新旧シェイク、アンデルセン、イアソン、アーラシュ、目隠れだからロバー、バーソロミュー、モーツワルト、バニアン、スパルタクスという形です。はい、まあ一応第一例、まあこいつら育成しておけばいいかなっていうサーバントをとりあえずパッてまとめました。はい、これ以外にもね強いサーバントいっぱいいたりするんですが、ここら辺のサーバントはめちゃくちゃおすすめとなっております。はい、でその中で期間限定はベティ、そして、ベティと、コロンブス、アスク、でキャスニキかなが、キャスニキとバニアンですね。ここが一応、限定のサーバント、ストーリー限定だったりストーリー進めることで解放できるイベントだったりで、入手することができるキャラクターとなっております。でまあ割合としてね、なんかすっごいアーチャー多いなって感じがすると思うんですが、というかアーチャーとキャスターかなが多いかなっていう印象があるんですが、まあめっちゃ単純です。ここら辺はねめちゃくちゃ使えるからっていうやつですね。まあクラス順で見ていくと、セイバーが 1,2,3,3 機、アーチャーが 1,2,3,4,5 機、ランサー1機、ライダーが 1,2,3,4,5 機、キャスターも、キャスターが 1,2,3,4,5,6,7,7 機、バサーカーが2機の、アルタエゴ1機という形です。はい、でまあここら辺のサーバント何が強いかっていうと、単純に火力が出せるっていうキャラクターもいるし、仲介で使えるっていうキャラクターもいる、サポートもすることができるということで万能なキャラクターがめちゃくちゃ多いという形です。例えばで言うと補助系宝具ですね、ここアスク、ジョフク、アンデルセン、そしてモーツワルト、まあモーツワルトはねちょっと宝具打たないんですが、この子スター獲得50個持ってるということで補助系で使えます。まあここら辺は完全的にサポーター関連として使うことができたりするし、単体宝具ですね、単体宝具に関しては火力が出せたりもしくは特攻とかいろいろ持ってるキャラクター選抜しているという形です。まあ特攻持ってるキャラクターとかで言うとエウリアレ、ロビンがいたりするし、単体宝具で強いっていう意味では、カエサルとか牛若丸がいるという形です。でちょっとねゲオ先生だけがどちらかっていうとターゲット集中がメインという形になるんで、単体宝具での運用っていうよりも高難易度のサポーターで運用することが多いかなという形です。それ以外は単体のアタッカーとして運用することできるよという形ですね。で全体宝具に関してはもうシンプルに使えるキャラクターです。はい、まあここにいるキャラクターシステムで使えたりとか、システムの補助で使えたりとか NP チャージとかで使えたりとか、宝具のスピードが速いとか、そういう形で採用しているという形です。はい、まあ俵さんとかね一応 NP チャージ気持ち増えて、まあこの子の本体魔性特攻なんで魔性相手フリークエストで結構刺さったりするっていうのもあったりするし、まあアーラスさん安定ですね、まあ NP30% チャージでドーンって打つだけでめちゃくちゃ強い、しかも
オーダーチェンジ擬似的にすることができるんで、オダチェン連想がいらなくなる。これも結構いいかなと思います。うん、あとは最速のバニアンとかね、ここら辺もおすすめかなという形です。あとシステム学メールイアソンだったりとか、いろいろなキャラクターがいるという形です。で、バーソロミューですね、これに関してはどちらかっていうとクリティカルの運用で強いみたいなキャラクターとなってるんで、防具を打つかって言われるとそこまでです。まあ敵全体に強力な低レア特攻ということで、まあ使うかって言われるとあんま使わないという形なので、まあクリティカルのサポーターと思ってもらえればいいかなと思います。はい、ということでね、各サーバントのおすすめ、個人的に白銀の鳩のおすすめはここら辺のサーバントとなっております。はい、まあでこれ以外にもおすすめサーバントってめちゃくちゃいるので、ちょっとそこのお話していきましょう。次こんな感じです。まあ各サーバントでちょっと、なんだろう、さっきのサーバントと比べて育成優先順位っていうのは下がるんですが、育成しといた方がいいサーバントとなっております。はい、ここら辺のサーバントですね、まあ左から順にフェルグス、そしてビリー、ダビデ、そしてローマ、プロトクーフーリン、アビケブロン、イゾーさん、フーマコタロウ、キヨヒメ、ダレイオス、リョフ、レオニダス、エイリーク、アニング、メアリアニングですね、という形です。はい、で結構強いサーバントこの中にもいるじゃんっていうので、まあいるんですよ。はい、いるんですけど、なぜ、まあ1個下のランクかっていうお話なんですが、 NP チャージ持ってないっていうのと、限定で明らかに入手しにくいキャラクターをここに詰め込みました。はい、例えばで言うとイゾーさんですね。ピックアップが来たらめっちゃ強いんですけど、ピックアップが来ない来ない来ない。最近森くんばっかピック来てね、イゾーさんどこ行ったんだみたいな感じです。で、あとメアリアニング、この子強いんですがね、漫画家がないと復刻しないということで、あれこいついつになったら来年復刻やけど、復刻減らす言うてたしな、あれみたいな感じで、入手難易度がちょっと高いキャラクターって形です。で、まあそれ以外のサーバントはストーゲンでも何でもないということで、まあフレンドポイントなりガチャ引いてれば勝手に入手できるという形になっております。はい、で今回補助系サーバントが、一応レオニダスだけで、このレオニダスに関してはターゲット集中ということで、まあさっきね、お話ししたんですが、ゲオルギウスと同じ運用方法になります。ただレベリングに関してはゲオ先生と比べてあんまりしなくていいかなみたいな形なので、まあまああっちがねアーツで運用するだった場合、こっちがバスターで運用するみたいな形になってるんで、まあそこら辺で使いたい方はまあまあありなのかなって形です。はい、で次単体宝具ですね。まあここら辺に関してはある程度パーティーが揃ってるっていう意味での強いです。はい、例えばで言うと呂布ですね。まあ黒聖杯とかあれば、まあ呂布発散なのになんでこんな火力出るんだみたいな感じでぶっ飛ばしてくれたりするし、まあビリー NP50% チャージ持ってるということで、まあ黒聖杯運用することができる。でうまいことやればね、宝具連発もできるということで、なんかある程度パーティーが揃ってきて、そこからさらに上乗せしたいときにこいつらめちゃくちゃ強いよねみたいな感じです。はい、でまあ一応ダビデに関しては、サポートカリスマいろいろ打ちつつ、まあ巨人特攻とかねいろいろやってくれるということで、巨人相手だった場合めちゃくちゃ強いです。ただ巨人相手じゃないと、まあ他のロビンとかエウリアでいいかなみたいな、そんな感じです。はい、まあそんな感じかな。うん、プニキンに関してもクーフーリンの劣化版とは言わない、猛獣特攻を持ってるんで強いんですが、まあ猛獣相手みたいな形になってるんで、クーフーリンと比べてまあ比較的に汎用性は狭くなるみたいな感じです。はい、でそこから全体宝具に関してなんですが、まあここら辺に関してはまあ持っておいたら便利だよみたいな感じです。で俺個人的にロムルスちょっと推しなんですよね。なんでかっていうと NP チャージこの子持ってるっていうのと、宝具打つことによって味方全体の攻撃力アップしてくれるんですよ。なので宝具打って 2,3 ターン目に他のキャラクター打つと相対的に火力が上がるといった意味で結構便利です。まあ周回するときにちょっと1ポチ減らしたいな、あロムルスで減らせたラッキーみたいな感じの運用方法ができたりします。はい、でそれ以外はもう単純に、全体でドーンって殴ってくれるっていうキャラクターですね。はい、でまあアニングに関してはシステム組むことができるっていうのと、まあ一応サポーターですね、女性だった場合攻撃アーツ NP 獲得量アップ持ってるということで、そこで、サポートすることもできたりするし、まあスター大量獲得でクリティカル運用できたりするしとかいろいろあったりするので、この子はちょっと別格で強いんですが、現時点で入手することは不可能という形です。はい、
で、バーサーカーの全体立ち、はい、これに関しては単純に全体バーサーカーだからという理由で入れております。はい、エイリーク普通に全体バーサーカーで防具スピード速いし火力もある程度出てくれる、強い。清姫普通の全体防具でバスター性のアップ持ってる、火力が比較的に出てくれる、強い。レオニ、ダレイオス、第3スキルでねバスター耐性ダウンとかいろいろついて火力がある程度出てくれる、強い。ということで、全体バーサーカーはある程度育成しておきましょう。はい、まあ普通にね、やっぱこのゲームバーサーカーが一旦強いんで、まあバーサーカーは単体だろうが全体だろうが全てのサーマンと育成しておけば今後の周回で使えるっていう場面が多かったりするので、まあここら辺で選んであげればいいかなと思います。で、まああとは風魔小太郎、まあ全体アサシン希少価値ということで入れてたりするし、まあフェルグスに関しては強化でねバスタークリー力攻撃力アップ持ってるということで、まあバスターの運用がしやすいっていうのもあったりするので、まあここら辺がまあまあおすすめかなという形ですね。はい、ということでね、個人的なおすすめいろいろお話ししてきたんですが、こういう形となっております。はい、でまあさっきねこれ以外にもいろいろとお話ししていたんですが、ここに説明が入っていないサーバントたちですね、それに関しては正直なことを言うと優先度としては低めとなります。はい、まあもちろん強いキャラクターっていうのは一定数いたりはします。はい、ただ一定数いたりするんですが、現時点でみたいな、例えばで言うと聴覚ですね、強かったりはするんですが、スキル上げすることがほぼ今現環境できない、まあ 6.5 章行ってないとできないっていうのがあって、みたいな形にもなったりするし、それ以外だとまあメディアさんとかですね、まあ一応 NP ね 100% チャージ持ってて強いんですよ、強いんですけど単体キャスターで現環境ちょっと物足りない、メディアだけの火力で飛ばせないっていうのがあったりするんで、なんだかなみたいな、形になってたり、あとはまあ完全的に使えない子だったりとか、ホーグスピード速いんですけど、とつかれ前提とかね、まあいろいろいたりするので、まあここら辺とりあえずさっきねおすすめしたサーバントたちを育成しておくといいかなと思います。はい、ただ星3以下のサーバントですね、再臨することによっていろいろな素材ピュアプリゲットできたりとか石もらえたりとかいろいろなやつが入手することが可能となっております。なのでここでおすすめしなかったサーバントに関しても育成できるんだったら育成しといてください。育成することによって石ピュアプリ以下略といろいろなものを入手できる、つまり石が溜まるんですよ。再臨するだけで石が溜まるっていうことはめちゃくちゃ美味しいことなので、まあ基本さっきおすすめしたサーバント以外もある程度育成してあげるといいんじゃないかなと個人的に思います。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.